ほら、僕のお膝においで。いい子だ。じゃあ始めようか。耳かき。最初はゆっくりと、優しくね。耳垢溜まってきているね。まあ人間は基本的に耳かきしなくていい生き物らしいし、最近忙しかったからね。今日は根こそぎ掃除してあげるからね。任せてくれたまえよ。お気に召してくれているかな。もう少し奥も掃除してみようか。こうやって膝枕で耳かきをしていると、僕も少しは女の子っぽく見てもらえるかな。僕は誰かのヒーローよりもヒロインになりたいんだ。他の女の子にキャーキャー言われるのは悪くないんだけどさ、一度イメージが定着するとそれを覆すのはなかなか難しいんだよね。羊服みたいなこういうかっこいい服装も好きなんだけど、たまにはさ、メイドみたいなフリフリのかわいい服も着てみたいなって思うんだ。まあいろんな人に驚かれてしまうかもしれないけどね。思えばスカートを最後に着用したのはいつのことだったかな。坊ちゃんと出会うもっと前、
小学低学年まで遡ってしまうかもしれないね。今度着てこようか。メイド服でも可愛らしい女の子女の子した服でも、坊ちゃんのお望みのままに。あ、君以外に見られるのは恥ずかしいから、二人っきりの時限定でね。ほら、見てごらん。たくさん耳垢が取れるよ。いくら耳かきをしなくても大丈夫とは言っても、これからはもう少し頻度を上げて耳かきをした方が良さそうだね。毎週日曜日の朝とかはどうだろう。多忙とはいえ、日曜日は他の日に比べて用事が少なめになるからね。それが良さそうだ。試しに来週からやってみることにしよう。《
し。そろそろ耳かきで取れないような耳垢の塵を飛ばすとしよう。少し失礼するよ。なんだか背徳的だね。仕えている主の耳をフーフーするなんてさ。坊ちゃんも気に入ってくれたかな。もう少し続けようか。今度はちょっと強めにね。おしまい。坊ちゃん、反対側の耳かきもしてあげるよ。僕が転がしてあげる。ゴロゴロやっぱり僕は坊ちゃんの横顔が好きだな。僕が坊ちゃんに仕えるようになったきっかけは、君のお父様やお母様に誘われたからだけど、一番の理由はね、君の隣に立って君の横顔を眺め続けていたいって思ったからなんだ。いつも頑張っている君を支えたくてさ。毎週日曜日に耳かきってさっきは言ったけど、もしも君がどうしようもないほどに疲れてしまった時は、いつだって僕の膝を貸してあげる。辛い時、苦しい時は泣いてもいいし、ただひたすらに癒されたい時は存分に甘やかしてあげるからさ。僕の前でだけ君の素顔を見せてほしいな、なんて。まあ深く考える必要はないよ。今は何も考えずに、ただただ僕に体を預けておくれ。こうやって耳かきで癒してあげるから。
坊ちゃんは僕と会った時のことを覚えてるかな。まあなんてことはない。女子生徒に囲まれて困っていた僕を君が手を引いて引っ張り出してくれたんだ。その一瞬だけ僕は王子様から少女漫画のヒロインになれた気がして嬉しかったよ。それから同じクラスになってずっと君を見てた。黒板を見るふりをして斜め後ろの席から君の勉強する姿を。昼休み君が友達と談笑する姿を。帰り道だってちょっと遠回りして君の帰りを後ろからこっそり見守ってたんだ。今は隣で君の横顔を見れるけど君の後ろ姿を追う日々も悪くはなかったよ。まあ実はその後君のボディーガードに連行されてお父様お母様とお話ししていろいろあって執事になったわけなんだけどね。結果オーライってやつだね。僕の人生は順風満帆さ。よし、大まかな耳垢は取れたかな。今度はこびりついた耳垢もあるから少し強めにカリカリしてみようか。無事に取れたよ、坊ちゃん。じゃあこっち側もふうふうと塵を飛ばすとしようか。準備はいいかな？行くよ。坊ちゃんは強めに息を吹きかけられるのと弱めに息を吹きかけられるのどっちがお好みかな。まだ決めがたいかな。次は交互にやってみようか。
これはこれで、また優しげな耳拭きと強めの耳拭きとで異なるジャンルかもしれないね。まだまだいろいろなパターンの開発の違いがありそうだ。これからは耳かきのたびにいろいろやってみようか、坊ちゃん。今度は強めのやつをやっちゃおうか。耳の中の塵もほとんどなくなったことだろう。